多くの方がまずこのリーディングエッジですねリーディングエッジをこの黄色い線に対して直角に使おうとしたがりますこの状態ですこれをスクエアだと思っていいる方がすごく多いですねでもゴルフクラブは雷角があって偏重心重心が偏った物体ですので振ってきたらプレーンに対してプレーン上にずっとスクエアに行くクラブを動かすっていうのはこの段階ですね。そうするると結構自分の目線から見ると リーディングエッッジはしっかりり左向いておりますバックスイングでここの状態これはスクエアですねでスクエアな段階から降りてきてまあ感覚的に言うとちょっと右向いて降りてきて今度だんだん徐々に左向いておいてこれがスクエアなのにプレーに対して多くの方がこの黄色の状態黄色とリーディングエッジを直角にキープするのがまっすぐだと思ってこの状態ですアドレスの段階ではシャフト延長線上よりもクラブヘッドが後ろにありますね なのでまっすぐ扱下をするとどん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 後ろが重たい,重た,いのために遠心力がどん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 後ろにかかりクラブが上に跳ね上がってしまうまあもちろんプレーンからも外れるし実際振るとスクエアトゥースクエアではないわけですねもうどちちかというとシャットトゥーオープンなどになりやすいですそれに対してちゃんと肘下の旋回とか正しくてこ原理とか使えてきてフェースターンっていうのはこの状態。 こここの勘違いいが一番多いんですねこれがスクエアトゥスクエアなのにリーディングエッジ側のまっすぐを引き球線に対してまっすぐフェースを使うこれがアマチのア,アベレージの方にとって一番多いエラーの勘違いになります。